2曲目聴いてください。ゆきさんで Tonight。 雨はかかった今夜は二人で出かけよう。誰も知らない光も届かない場所へ。したんですけど、ちょっと多分ね、あの初めて聞く方も多いと思うんですけども、どうでしたか？ありがとうございます。よかったよかった。なんかすごい好評で、すごい嬉しかったので、ちょっと2月はこれで行こうと思ってるんでそう、2月はこれで言ったろうと思って。でもうね、3曲目はもう多分言わなくてもね、わかりますよね。わかりますよね。まあ言いますけど、後で。で、3曲目に行く前に少しだけね、告知をしたいと思います。はい、あさっての2月9日なんですけども、ビューミュージックっていう番組があるんですけど、ユーストリームと、あとツイキャスで配信されるんですよ。で、それ多分見に来るとかできないんですけども、まあ、ツイキャスにいっぱいコメントをね、打てるというか、で、その番組に、まあ、ゲストが一人みたいな感じで、そのゲストの一人の中に、
入れていただきまして、そのツイキャスでね配信されるし、ユーストリームでも配信されるっていう、なんかすごい番組に出演します。はい。で、あとは何時からやっけ、8時とかやった気がするな。何時、20時に25時7時、あ、え、7時7時7時合ってんのかなちょっと後であのまず言いますね。で、ツイッター見てください。はい、ママから MC がありましたね。で、あと2月の11日京都の新風館というところで、ライブがございます。はい、うー観覧無料ですので、ぜひぜひお越しください。ちょっとね、京都なんで遠い方もいるかもしれないですけども、すごい歌姫のね、みんながいっぱいブワーって出るので、ぜひぜひ来てください。あとは2月の 14日にですね、心斎橋ファンジェというところで、だいぶ前にですね、ここのゴールディ2回目とか3回目の時にジュキヤさんっていうあの男性のシンガーの方がいるんですけども、そのシンガーの方と、まあ、あの共演というか普通にね一緒だって楽屋で、で、めっちゃ喋って仲良くなったんですよ。で、その方が4月から海上自衛隊になるのかな、あの海猿みたいなやつになるみたいで、それでそれがあるのでラストライブになるらしくて、その2月14日バレンタインの時なんですけど、で、それの時にラストライブってことで、あの記念かわかんないんですけど、コラボで出演させていただきます。はい、ぜひぜひ、ラストライブなんで、もうすごいいい方なんですよ、ジキヤさん。ぜひぜひ、あの時間がある方はお越しください。で、あとは2月20日トンボリに出ます。トンボリ、なんだっけ、トンボリフェスタだっけ、トンボリフェスタいつも名前覚えられなくて、トンボリのあの橋のとこでライブしますので、はい、ぜひ寒いんですけど来てください。あと 2月28日は、場所がどこやったかな、場所忘れたな。ゆうなちゃんとか、うん、ゆうなちゃんのママが主催してるやつもう名前覚えろよって感じなんですけど、ドリーム、はい、ドキフェスチャージャー、ドリームフェスタですよね、なんかドリームフェス、ドリフェスっていうやつですよね。はい、ツイッターに載せたりとか、あのブログに載せたりしてるので、ちょっと今のじゃわからんわっていう人はブログとかチェックしていただけたらなと思います。3月とかもね決まってるんですけども、またそれは2月の後半の方で言いたいと思いますので、ぜひぜひお越しください。はい、よし、告知終わったし次行こうかな。まあ次の曲で最後になるんですけど、それそれそれを待ってましたよ、ありがとうございます。長いいや、いや危な、水、あ、大丈夫、大丈夫、よし、ちょっと水飲みます。はい、よくわからん話をベラベラ喋ってでも時間が過ぎちゃうのではい、もう行きますね。なあ、3曲目はね、分かる方で言ってもらおうかな。冬といえばこの曲っていう曲なんですけど、はい、分かる人、はい、はい、正解中島美嘉さんの雪の花をね歌わせていただきます。もう本当に1曲目、2曲目とは全然違う感じの曲なので、はい、よし、間違えたら次から入りますっていうのではい、間違えないように頑張りますけど、はい